かん。あとは頼むぞ。ジョッカ、何やら得体の知れない女ですよ。殿の身に危険が及ばねばよいのですが。父の判断だ。何も言うまい。戻るぞ。守りを怠ればいらぬ叱責を受けよう。魔王オロチは倒れた。だがその後もダッキラオロチの残党が跋扈し、無双の英傑のうちにも乱を起こす者が現れた。政宗は亡き友オロチの世を継ぐべく立ち、董卓は父肉林の夢のため棒を振るい、呂布は天をつかむべく檄を掲げた。そして彼らに続き葬儀を復興させた曹操もまた故曹丕に守りを任せ、ついに兵を発した。その曹操の傍らには謎の美女徐佳の姿があった。徐佳、ダッキは何を企んでいる。さあそこまでは知らぬ。ただこそこそと動いているのは確かだ。聞くも愚かであったか。やつは乱を起こすことしか頭にない女であったな。ご中心、前方にお猿が率いる軍勢発見。お気をつけて。ではドローン。なんだあいつは。患者の一種、忍びというものに有能ゆえ召したが役に立ったようだな。あの者を猿が率いる軍と申していたが、面白い。その名誉な軍と対面してみよう。今度は猿を使って観察を浪しておる。
さ
猿の仲間になるなど私の美学に反する。貴様の忠告を喰らい尽くしてやるわ。何を企んでやがんだ。人聞きの悪いことを言う。中されたいか。上がりだぜ。やるじゃねえのよ。また来るぜ。ジョカよ、何か隠しているな。この総も男を出し抜こうなどと思うなよ。何のことだ。まあよかろう、先を急ぐぞ。お中心、前方の止水艦に旅夫怖い顔で待ち構えています。オロチなき世に飽き乱を生むか。よくらしいが、捨ておくわけにもいくまい。全軍、指揮官に進軍せよ。